今晩ゾンビ、ザッスです。ノイズです。この前、盛岡行った時、盛岡駅で、タクシー乗り場わかんなくて、うろうろしてたら、通りすがりのサラリーマンが、どうしたんですかって声かけてくれたね。その人のおかげで、グリーンタクシー乗ることができてよかった。あの時のサラリーマンには、本当に感謝だよ。タクシー乗れてよかったじゃん。岩手県民って、親切な人が多い印象だよね。今回は岩手県で見つけた、いろいろなおやつを、紹介していくよ。それではどうぞ。まずはこちら。三色自販機マルシェ。三色自販機マルシェ。県内の福祉施設、飲食店などの商品が集まる自販機。高齢者福祉や保育事業を手掛ける、北上市のコネクトが設置し、旧事業者の洋菓子、コーヒー、梅漬けなど、10種を販売。北上駅の向かいにあるのを、たまたま見つけたんだ。自販機つとしては、かなり嬉しい発見だったよ。コーヒー、紅茶、スイーツ、梅、どれも美味しそうなのばかりだね。いろいろ迷って、ワカロールクレープ包み、買ってみたよ。注文基準、甘露の焦げ目がうまそうだな。いただきます。洋菓子工房、ケーキ屋清水さんの看板商品、ワカロールを、クレープで包んだんだって。やっぱり、ケーキ屋さんのスイーツだけあって、とても美味しい。今度は、この店舗にも、行ってみたいな。続いてこちら、フーゴのクレープ。フーゴのクレープ。盛岡市と志波町に設置されている岩手県内初のクレープ自販機。販売するのは平成27年からキッチンカーでクレープを提供してきたキッチンカーフーゴの菊池さん。メニューは常時8種類から選べる。モスビルの駐車場にあったよ。時間が夕方だったから売り切れもちらほらあったな。毎週火曜日は研修日、自販機にも研修日があるのか。まあ、保存がつかない生菓子だから、何作らなきゃいけないのも、大変だろうからね。この日が火曜日じゃなくてよかったよ。気まぐれ旬フルーツ、買ってみたよ。今はブドウが入ってるみたい。レトロな三品発火のようなイラストの、シールがついてる。早く売っていってるぞ。まあ、そう慌てるな。中を見てみよう。ラップに包まれたクレープが、入ってるよ。割ってみると、ぶどうがゴロゴロいっぱい。食べてみよう。ぶどうがたくさん入ってて、すごく食べ応えがある。外の皮も、もっちもちだ。クリームの甘さと、ぶどうの爽やかさがマッチしてて、ワクワク食べれる。旬のフルーツだから。季節ごとに違うフルーツなのかな？なら、季節ごとに行かなくては。続いてこちら。福田パン、裏のメロンクリームサンド。福田パン。岩手県盛岡市のソウルフード、ふわふわのコッペパンに、様々なものを、お好みで挟んで食べます。あんバター、ピーナッツバターなどの定番や、変わったものまで、たくさんあって迷います。身の毛になる。第1弾のようなシステムだ。ふくらパン、一回にしてみたな。今回紹介するパンは、最初から、クリームが挟まって売られているものだよ。いただきます。大きなコッペパンの中に、オレンジ色のメロンクリームが、たくさん入ってる。メロンクリームが、甘くて美味しい。この、大きなコッペパンを、なんだかお得感になって嬉しい。続いてこちら、固い愛で結ばれて。固い愛で結ばれて。有限会社、千葉せんべいのチョコ菓子、サクサクの南部せんべいを、チョコでコーティング。個包装なので、手を汚さず食べられます。商品のネーミングが、今流行りの高級パン屋みたいだな。あと、このパッケージの濃い顔の絵が、インパクトありすぎる。南部せんべい、ひまるのっさんの顔がね。で、隣の四角いのが、ひよこ。ひよこってこれか。大人になったキヨコってこと？隣のキヨコちゃんと、別の会社だよ。どっちもニノフェスの会社だけど。とりあえず食べてみよう。甘すぎない、ビターなチョコクランチだ。パッケージはネタっぽいけど、お菓子は大人な味わいで、すげえね。形も、縦長で食べやすい。甘いのばかり食べてたから、そろそろしょっぱいの、食べたくなってきたんじゃない？ラストは、素直しに、しょっぱいの食べて、締めようぜ。それはありがたい。塩味を欲してたところだったよ。ラストはこれ。盛岡、冷麺チップス。盛岡、冷麺チップス。株式会社バセロンのスナック菓子、岩手の名物、冷麺を揚げた。パリポリ美味しい食感のご当地チップス、コンソメ味です。締めのラーメンならぬ、締めの冷麺ってか、冷麺ってうまいよなぁ。俺、冷麺に入ってる、スイカが一番好きなんだよ。麺よりスイカなのか。早速食べようぜ。揚げパスタみたいな、固め食パンだ。ほんのり塩味もあって、無意識に手が伸びるぞ。このパリポリ、なかなか癖になるな。あいや、横綱あられに似てるな、ツナみたいに。練り慣れてるお菓子。あれをと薄くしたような感じ。以上、岩手のおやつを紹介したけど、どうだった？ちなみに今回、俺が一番好きなのは、ワカロールクレープ包みかな。いろいろ入ってないシンプルなプレーン味が、個人的に一番美味しいと思う。これは、中古のクレープだな。クレープについてる、カッカのシールかわいい。このシール、部屋のタンスに貼りたいからいっぱい欲しいぞ。気に入ったのはシールかい。タンスにシール貼るって、小学生みたいだな。それと、ガッチャじゃなくて、お姉様だろう。もちろん、クレープも、最高に美味しかったんだ。またに来たい。また、面白い食べ物見つけたら、紹介していきますので、お楽しみに。うちの地域には、こんなのあるよっていう情報も、お待ちしています。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイゾンビ。